トレーナーを使う、まあ、NG 所属のプロの選手であると。最近ウルフも少し使ってるみたいなんですけど、プリに対してはどちらを当てるんでしょうね。おそらくポケトレだとは思うんですけども。さあカードはウルフだ。アリカさん迷ってるか。いやでももうキャラバック決定してるか。さあウルフを選択しましたね。さあ始まりました。僕ポケモントレーナーと思ったんですけどね、スプリンが出てきました。行きましょう。さあステージはポケモンスタジアム2。どうやってもスプリンもうしゃがんでブラスターを避ける気満々っていう感じですね。クルマイ着地に対してクレームに出動したんですけど、ギリギリ多分間に合わないみたいですね、クレーム的には。なのでプリン側としては、まあ、しゃがんでマスクのかなりロールスキルはあると思います。さあ不死鳥攻撃狙っていく、ちょっと危ない。プリンといえばね、まあ、眠るもよく特徴として挙げられるんですけれども、まあ、それ以上に武器素子が非常に強いキャラクターなので、こういうことになりがちですね。この試合だけ僕がちょっと実況させていただきます。さあ今みたいな感じでね、まあ、本当にプリン武器素子がめちゃくちゃ強いんで、まあ、今みたいな感じのことになりがちなんですよね。でウルフってやっぱり復帰があんまり強くない。今日聞こえない、すいません。あ、なるほど、 OK です。さあね、まあ、さっきも見えたようにこう復帰阻止が決まってしまうと、こういう風に一速すぐなくなってしまうと。さあしかしウルフもかなり破壊力のあるキャラクターではあるので、プリンに対してね空中優勝など当てれば早期バストに繋がるのではないでしょうか。今ちょっと危なかったですね。完全にもう撃墜する構えに入ってます。空中後ろ、これは先端ではないので当たって、まだ撃墜はしていないですね。さあしかしダメージレス的にはねかなりこう離されてきてますね。最初にやっぱり復帰阻止一発決められてしまったのが少し痛かったところはあると思うんですけど、後ろだけを狙っていく。さあ掴み狙いに行ったところを下強で返してますね。ウルフ対策完璧か。掴んで後ろに投げて、前に投げている。さあ崖は安全にジャンプ上がりだが、後ろ投げ、これはまだギリギリ撃墜しない。空中前で逆に差し返している。これはなんか狙ってましたね。今ちょっと危ない。攻撃上がり、あー怖い。さあ逆に空中前で、あー久しぶりに見ましたねこれ。なんかアップデートが来る前はすごいよく見る光景だったんですけれども、まあ、軽いプリントあればなれば、もう上 B を食らってしまえば、まあ、撃墜してしまうでしょう。さあしかし復帰阻止決めた後のダメージ稼ぎが素晴らしい。もうすでに 172% も稼いでいる。空中前、空中上。さあしかしねこのゲームホカホカ補正というものがありまして、自分のこう火ダメージが上がっているほど吹っ飛ばし力が上がるっていう、まあ、そういうシステムがあるんですけれども、まあ、ほぼホカホカ補正もマックスになっているので、スマッシュとか下スマッシュなどで食らってしまえばね、もう撃墜もありえるんじゃないですかね。このプリンの軽さでありまれば、空中後ろ危ねえ撃墜しそうでしたね。今本当にギリギリでしたね。ベクトル変更も川も完璧。前投げはまだ撃墜しない。ウルフの投げバーストは後ろ投げのみ。空中前で、そして上強、ジャストンシールドから上強、CV ですね。さあ1ストック目は武器阻止で早期バーストされてしまったんですが、堅実な立ち回りで返していったのはアトリエウルフ。さあここはプリンとしては撃墜を狙っていきたいところではありますが、さあこれ貯められるとちょっと怪しいですよ。60ぐらいいってスマッシュ食らってジエンドとか本当にありますからね。そこはねさせねえぞと空中後ろを当てていきましたね。空中前、さあここでやはりウルフ側として気をつけたいのは復帰阻止だと思うんですけども、待って DA 避けられるのしゃがみ、ウルフに対してかなりしゃがみは有効なアタックっぽいですね。ブラストも避けられるし、 DA で突っ込むのにもおそらく避けられると。で掴みに行ったところはさっき下距離で返されてたので、アトリエ選手としては
マジで一発を決めてきましたね、キムカ。今、アトレイ選手、こう、復帰阻止決められてからはすごく堅実な立ち回りではあったんですけども、一発逆転できるところはしっかり狙っていくと、素晴らしい立ち回りでございました。というわけで、一本取っていったのはアトリエウルフ。今一本取ったのがアトリエウルフですね。さて、じゃあ二本目見ていきましょう。キャラは変わらずウルフーバース・スプリン。空母から先ほどはタイに耐えてたウルフでしたが、そのまま今回もバースト拒否が光るのか。さてステージは打って変わってちょっと狭くなったステージで戦っていきましょう。ダイはお互い着地視点としては優秀、ダイオリからは何かがあるか。先ほどのように崖の上 B は食らわないというようなプリンの位置取り。あっと、うまいカス当てから完璧の B 横の確定当て。おそらくベケにもよるんでしょうが、当たってしまえばワースト。おっと、今のなんだ、崖にそのまま内側に跳ねたので崖に当たってそのまま外側に、崖には近づきすぎないと。上投げから空間へダメージ稼いで 74%。 ただプリンであればこの 74% もう不安と。前投げから 89%、 空N 崖の展開、しっかりと判定が残るのは分かっている。こちらも空N で判定を残して崖はカルト。空N かさて、いいよ回避、アートスキ掴んでプリンの崖の展開、様子を見ようとしたところ足を伸ばしてその足でバーストしていく。あーっと、これが見たかったと、これをお前らは見たいんだろうと言わんばかりの眠る。しっかり当てていく、気づけばストックゴブ。アタックからあ、なんかこの台の上気まずい。何かワンミスでもしようものなら先ほどと同じような痛いお仕置きが待っていそうだが、吸い込みすぎ、ギリギリ。ただもう次はなさそう。これは空上狙ってる、彼が当たればそのままこちらも対空で空壕ブン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 と。嫌な読み合い、即さまつかみ。崖の展開は、あーっと、これはそのまま B 上を素出しで画面の反対側まで持ってってバースト。取ったのはアトリエウルフ。これで2本、2本取ったアトリエウルフ。ここでこれがルーザーズファイナルなのでこちらも BO5。 もう1本アトリエが取ればそのまま本戦へ、トップ32にはランクインと。さて、あの状況でも最後まで攻めの姿勢を崩さない男アトリエ。対するは先ほど見せ場も作ってくれたこのアリカプリン。見どころが止まらないクエヌ。やはりこのクエヌ判定が硬すぎて、あっと、さすがにプリンの復帰力であれば大丈夫と言いたいところだったんですが、メテオを当てた後の展開で決めきるこの決定力。下スマで移動回避を買ってそのままバーストとプリンの、あっと、これはカス当てからの大当てでこちらも詰ませに行く。ストックを取ったと思ったら取り返す、このレベルの高さ。空前空前空へ空へ伸びすぎ、
害があることによってワンコンボ伸びて 66%。 やはり要所要所でプリンはしゃがんで様子見を仕掛けながら立ち回っているが、怖い崖のプレッシャー、ジャンプに刺さって DA 104% 対 48%、 強気につかみ逆に崖を背負わせて、あーっと上スマでワースト吸い込む、この足まるで掃除機とトルネードを起こすような上スマ、あーっと空前でそのままつなごうとしたところ、眠るで暴れて、そのまま眠るで暴れてっていうワード面白すぎるだろう、そのままバーストしていく、眠る暴れバーストっていう。さあこれで、ただこれかなり大きい、ワンストック VS ワンストック、怖いよ、もうなんか脳裏によぎるが、とりあえず後ろ投げ、屈した、あ、食う前から展開、横すま、その場回避でギリギリ避けて展開有利、前投げ、引っ掛け背負わせて回避で地に足つ、これは起き上がり制したのはアトリエ、クエヌ傘手、怖い読み合い気まずいぞ、クエヌ合戦勝ったのはアトリエ、下すままなかギリギリ 132VS101、 クエヌ終わってね、バーストなんとか命をつないだプリンアリカ、これで2-1と、まだまだ戦いは終わらない、空前からいつも通りコンボをしようものなら眠りで暴れるまではいいが、そこからワンストップ取れっていう、すごいな、もう何も言えなくなっちゃった、何も言えなくなっちゃったから4戦目見ていきましょう。さてステージは戻って後悔した横が広い、このステージブラスターはしっかりとしゃがんで避けて、クーガードしているのであればむやみにクー前とは打たずにクー上で半角がないものを選んでいく、下すまギリギリ一瞬なんか顔が一つ消し飛んだかと思ったが、あーっと今何かあちらからあっていう声が聞こえたような気がしますが、崖外で眠るが当たらずそのまま落ちていってしまう、ワンストックリードの形になったのはアトリエだが、このまま崖で決めきれれば、ただライン反対になってジャンプ読みじっと耐える男、あっといいタイミングで下強が入ってベクトルが横寄りした、クーマエクーエヌ、クーエヌカス当てからつかみ確定、クーした、気づけば眠るのミスを帳消しにするようなダメージ稼ぎ、あなんかそろそろ怖い、おっとギリギリ空砲がカス当てになったことによって命をつないでいく、空下反撃ジャスガから、おっと最終弾は当たらずそのまま 94% 対 97% しゃがんで待っている、クエヌカス当てからすぐさまつかみ、まだバーストしないと、後ろの部屋温存 DA 離してうまい、次はつかみだぞと、この崖を背負わされたプリン厳しい、これはさすがに後ろ投げでバースト DA とつかみの揺さぶり、出てきてしまってうまい、上から帰ってくる、あーっと崖の歌うを崖つかまれてキャンセルしてそのまま横スマ、やはり気づくと5分残り1ストックずつ、
ここでアリカプリンが1本取ればフルセットで5試合目に試合がもつれるが、そのままクーエンの後付けを掴んでクーマへ堅実、状況もいい。いやーシールドが叩くという技、シールドの削り値が非常に大きい。空した感覚はない。いいえとギリギリ空母はずらしが良かったのか、本当てを回避して 77%。 ただまだこのキャラわからない。クリンというキャラ軽いのでもうそろそろ飛んでいってしまうが、あっと空前のちょっかい差しに横須磨刺さってバースト。勝ったのはアトリエウルフ。これで3本取ったので敗者側からトップ32、本戦に出場となります。